すっごい効果持ってました。個性の塊ですよ。もう最高です、ね。前回タナシンが全アーティストを高評価するも結果はすみません、ゼロです。抜群の技術、強烈な個性だけではダメ。それらを超越した、言葉で言い表せられない何かを求めるミュージックゴールドラッシュハイファイブオーディションシーズン2。果たして今回その何かを持ち審査員をうならせるアーティストは現れるのか。ミュージックゴールドラッシュ司会の藤田匠です。さあハイファイブオーディションシーズン2、一次審査の模様を今日もお届けします。そして前回に引き続きゲスト審査員お招きしております。バンドアルカラから稲村大輔さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ今回オフライン審査を通過した3組はこちらです。ソウルズ、菅谷ゆあん、少年太一、そしてこの中からクォーターファイナルに進出するアーティストはどのアーティストなんでしょうか。いよいよ審査がスタートです。さあそれでは審査員皆さんお話伺っていきたいと思います。稲村さんどうご覧になりました。あ、僕ですか、はい。これ僕審査していいんかちょっとわからないっていうのがあって、はい、なんでかっていうと僕これは知ってるんですよ。神戸のオーディション企画で2回ほどこの子ら審査したことがあって、まあ本当に地道に活動しながらもこうコンテストに出たら賞を取っていくっていうコンテスト嵐なんですよこいつら。なんでちょっと僕は懲らしめたいんで彼らにいつも思ってるのはライブ見て、はい、まあ、ファンキー路線ってめちゃめちゃキャラ濃い人多いじゃないですか。まあファンキーですよねっていうくくりで言うと彼らやっぱねめっちゃ綺麗なんですよ。まとまるんですよこいつらいつもなんかいい子ちゃんなんですよね。この番組で彼らは僕はもうこう僕その殻を破ってやりたいぐらいの気持ちなんですけど、まあ、ちょっと僕がこう知ってしまってる分ちょっと個人的な意見になってしまいそうなんでちょっとこの辺にしときます。わかりました、はい、なるほど面白い。そんなことあるんですね。ねえ、ねえ、すごい偶然が重なりますねこれね。大輔くんがゲストの回にたまたますから、ね、いやだからすごい縁やと思いますね、はい。ちなみに言いますと僕2回とも彼らじゃないバンドを僕選んじゃってまして因縁の対決でもあるんですよ。さあ3度目の正直今回なるんでしょうか。覚めてくま
吉田さんどうご覧になりました。名前まずいいなと思ったんですね、ユアンっていう名前ね。かなり期待しちゃって雰囲気もいいんじゃないかなっていうふうになったんですけれども、いわゆるヒップホップ的な作り方というか DJ 的な作り方なのか、まあ、同じコード進行でドループしていくような感じだと思うんですけど、そこにねやっぱまだまだこう例えばシティだったらどういうシティなのかっていう、その景色が見える、情景が見えるようなサウンドメイクってできるような気はするんですよね。それってやっぱりいろんな音楽を聴いていかないと自分のものにするの難しいと思いますし、このサウンドが僕にとっての美学なんだ、この歌詞が僕にとっての美学なんだ、この声が、まあ、声もちょっと加工しすぎかなと思ったんですけど、まあ、そこの加工にも美学があれば絶対それは彼の個性になってたと思うので、もう少しそのサウンドのことも研究していけばもっと変わってくるんじゃないかなというふうに思いましたね。わかりました。古川さんどうでしたか。はい、声も僕もいいと思いました。こういうフォーキーな感じでミュージシャンとして、こういう人が、いていいしいるべきだしかっこいいなと思って聞いてました。で、多分すごく人と違うってところに重きを置いて、それはわざとか狙ってるか狙ってないか別として生きて、来られた感じもすごい伝わってくるんですけど、やっぱりこういう人はもっと生き切ってくんないと、これは誤解を恐れずに言うし、なんかこの言葉が合ってるかどうか分かんないですよ。ぶっ飛んだ品、ぶっ飛んだものにも品が絶対必要で、僕はちょっと品がない感じがしちゃったんです。まあ声もその出してるオーラというか、もうすごいポテンシャルすごい高いものを感じるんで、その辺を何かもう少し音楽を聴くのか映画を見るのか絵を描くのか分かんないですけど、アーティスティックなものが芸術的なものが、まあそれ狙う必要は全くないんだけど、どっかから出てきたら負けるんじゃないかなと思いながら聞いてました。さあ、それでは寺岡呼人さん発表お願いします。はい、今回クォーターファイナルに進出するのは